が焼きの人谷マールで見て。ほんまや、ギャルやしかも。イラスト変わってるよな。巨乳ギャルや。ソースって酸味あるのあるもん。ああ、それソース味の酸味なのか。そういうことじゃ。今日の晩御飯は全部昨日の残りです。イエーイ、イエーイ、イエーイ、メリークリスマス、メリークリスマス、ミスターローレンス。誰？泣いた。美味しかったね。よっと。それ2個入らんのその皿。はい。さらに2枚ってことよ。意味分からへん。もう何言ってるかさっぱり。何の話？なんで分からんねん。わけ分からへん。もう何？だから1枚の皿に1個ずつ入れるってことやん。1枚の皿に1個ずつ入れてどうするわけ？わけ分からへん。もう何言ってんの？来月に欲しいって来月もうやん言うてるのほんまになんか忙しいらしいわ。彼氏挨拶来る来るって言ってたで。私も行くって言ってんのにほんまに来んでいいって言われてんのに。なんでお姉ちゃんやもんな。なあ嫌なの。変なこと言うから言わんやろ。そんな大したあれやってなんていうの、その家族総出やったらなんかこう威圧感があるから。あ結婚の挨拶でもないのに。ああ、なるほどな。確かに嫌かも。まあ、言ってることは分かるかもしれない。言わんやろ、別に。でもなんか彼氏の物申すとかないやろ、別に。ないよ、もう。いくつやろ、みたいな。よろしくお願いします、みたいな感じ。うん。なるんじゃん。いや、別にあれやで。そんな。冷やかしもしてへんけ、中学生みたいな。ラブラブやな、みたいな。うん。どうなの？ええー、みたいな。みたいな。そうやねん。そうやねん。ないない。ただただ、その場にいたいっていう。で、なんか。さすがに見たい。見たよ。で、ようちゃんがいた方が場が和むってって一生懸命説得してんねん。はあ、まだいけるかもしれへんと。勝手に行ったら切れられるかな。いや、行ったらいい。いついつかを引き出して行ってみたら。行ってみようかな。
できた。よいしょ。おお、おお、すごいすごい。やるか。こんばんは、メリークリスマス。毎日やってるメリークリスマス。インスタライブするみたいな、インスタライブをこの時間にすることが多いから、ナイトルーティーンの流れで撮ってます。始まったばかりです。始まったばかりです。ナイトルーティーンを撮っとる。ナイトルーティーンの中にインスタライブが入っとるから、インスタライブやってるとこをそこで今撮影してます。こんばんは。あったかい？あったかいんかな。あったかいんちゃう？子供に何かスポーツやりたいですか？とりあえずスイミングは通わそうかなと思ってます。あとはもう自分がやりたいっていうものをやっていただけたらと思います。スポーツでないかもしれないしな、まあ好きなことやってくれたらって思ってる。これを絶対やらせたいとかないよな。別にないな、全くない、うん。よいしょ、うん、よく。ねんねですよ、皆さん。ねんねねんね。よく寝ます。よいしょ。タオルケットは色がない。これ壁に打たんようにつけてね、あれ。あ、そうなんや。うん、後でいいわ。じゃあ寝ようか。おやすみ。おやすみ。おやすみなさい。おやすみなさい。